前回のピザライブ、晴れてピザ職人になったパピチンだったが、お皿を次々に割って、店主に怒られてしまう。このまま、一人でピザなんて作れるの？今日は新しいチャレンジに挑戦だ。自分のピッツェリア経営まであと一歩。今日私が用意しておいたタスクを完了してもらう。新人ピザ職人の証明書とともに、このピッツェリアを君に任せよう。レッスン1。注文のたびにお客さんから評価を受ける。ピザ生地、ソース、チーズ、材料、そして時間というカテゴリーごとに星を獲得できる。全部獲得すれば、星5つ。レッスン2、タイマーを注文を受けた瞬間から動き出す。30分以内に注文完了できればブロンズの星を獲得。20分ならシルバー、10分ならゴールド。君はまだ新人だが時間は気にしなくていい。30分過ぎても、ゴールドの星を獲得することができる。優しいな。30分したら、まあ、切れるけどな、俺はな。注文を受けられるのは開店から30分以内だけ。なんだが、お客さんは待つことになってもピザを受け取るまでは帰らない。まあ、そうだよな。金払ってんもんな。このピッツェリアは、本当に忙しいから、注文が途切れる心配はない。こんなことは一度もなかった。ただ、鉄の掟が一つある。それは一度に5つを超える注文を受けないこと。なるほど。注文開始時間は君が選べるが、仕事のできる時間は1日が始まってから嫌でも過ぎていく。ベルを鳴らして、注文を受けよう。プグリエーセ。早速わからないんだけど、何プグリエーセって。はい、注文。プグリエーセ一丁。注文では生地、ソース、チーズ、材料の種類と、分量が書かれてるよと。あ、カテゴリーが空白になってることもある。その場合は、お客さんがチーズを乗せてほしくないということ。なるほどね。チーズの中、空欄とかね。生地とソースの種類の隣の矢印ボタンからそれぞれのレシピを確認できる。必要なものは気を用意した頃レシピを必要使う必要はないと。生地。気づいたかもしれないが注文にはピザのサイズが指定されている。大きさ中って書いてあるね。生地は分けたりくっつけたりできる。大きい生地にカーソルを合わせてただし持ち上げないように。大きい生地にカーソルを合わせて、あ、持ち上げないようにって言われた。キーを押すだけで生地を分けることができる。なるほど。小さい生地ができた。注文は中サイズのピザを作ることになってる。小さな傷を2つ合わせれば中サイズ。もう一回じゃあこれを、そうにして。はい。これで中になった。うん、中になったね。ベークボードに置いてくれ。ベークボード。これベークボード ?OK、ベークボード。生地を広げて中くらいのピザを生地にしよう。じゃあ、伸ばしますか。OK。どう？オリーブオイル、多め。ゴールドの星を獲得するにはビジョ生地もしっかり焼き上げる必要がある。それは後で考えれば、今はソースをかけよう。これか。これをじゃあ、かけますよと。ピザ生地表面の 90% 以上。うん、これ、90%。ジャムみてえだな。いや、もうちょっと塗ろうよ。ね。まんべんなく。オッケー。チーズが少し多すぎても気にしなくていいよと。モッツァレラ、カット。パン、パン、パン。100グラムでしょ。はい。1個20グラム？やべ。やべ、ちょっと多かった。これ、取り除けないの？まあ、いっか。まあ、多少大きくなくてもね。それでお客さんは喜ぶ。まあ、そうだよね。チーズ多い方がいいもんね。じゃあ次、はい。三つ目の要素は少し複雑。ピザをオーブンの中に入れるとチーズが溶け始める。お客さんはピザの表面全体に溶けたチーズがかかっていることを望む。あ、じゃあまんべんなくってことね。俺、モッツァレラなんかちょっと形残ってた方が好きやけどな。最後のカテゴリーは一番の難関。お客さんが望むすべての材料を使って、それぞれの指定された分量を守りながらピザの上に均等に並べなければならない。うん。均等にね。まあそうだよな。じゃあ、黒オリーブ。黒オリーブこんなに全体的に？こういうこと？あー、なるほどね。これ均等なの？全然違くない？最終的なスコアは分量と各材料のバランス。割り出されて平均値によって決まる。やべえ、黒オリーブ。やっちまった先に。玉ねぎ。いや、大丈夫これ。散らす範囲を修正できる。
散らした材料の分量を変更することはできない。やべえ、散らす分量を調整したかったら範囲を小さくする。いやもう入れちゃったんですけど、 32g、 こんぐらいか。むず。クローオリーブ 64g、 よかったー。さっきので32入れたらしい。もう一周だね。オッケーオッケー。あぶねー。玉ねぎ多いけど、まあしょうがない。これは多い方がいいし、うまいしょ。中サイズの皿を取りましょう。はい。ほい。カウンターに置きましょう。すぐ触れただけで割れるからな。緑のバーはピザが出来上がったことを示す。ピザを焼きましょう。はい、じゃあだ。これがプグリエセなんだな。クローリーブがなんか浮いてるんだが。これを入れると。完璧じゃない？で、あとは焼くの待つ。だけでいい。オッケー。もういいんじゃない？チーズ溶けてきた？うわ、うまそう、めっちゃ。じゃあこれを、お皿に盛ればいいんじゃないですか？はい。ブラボー！さあお客さんの感想を聞いてみよう。はい。早く来て。夢中に浮いたクローリーブの感想を聞いて。なんだな。こぼさないようにな。オッケー！できました！プグリエセ。どうすか？早かったんじゃない？来た。報酬受け取りましょう。ああ、なるほどね。材料。アーティチョークって何？どうですか？うわ、星4つか。何がダメだった？材料か。玉ねぎカット。あ、玉ねぎ多すぎたな。均等に広がってません。でも、いや、あれはね、俺は悪くないっしょ。OK ですか？よかったんじゃないですか？ユージマの隣の壁を見てくれ。これは私が君に新米ピザ職人のランクを与えたことを示す証明書だ。立派なもんだろ。どれのこと言ってます？いないよ。所長。所長、俺の評価は。立派なもんだろう。私の手作りさ、言われても。どれぐらいご立派なの？もう一回、一回目に戻るか。うわ、来た。やった。いや、そうだよね。ここにあるよね、証明書ね。なんで先なかったんだ？バグか？滑り出しは上々だから壁にはまだたっぷりスペースがある。ここにずらって並ぶ感じが。さっき一個もなかったけどな。もう一個だけ作ろっか。はい、注文。プロシウッド、マイス。なんだそれは。初めて聞いたんだか。これまずピン止めして、ピザ生地、大きさ中です。中です、中。はい、9。これが中。これを使います。まずは、伸ばすと。もう俺一人でできるもん。レシピ見ればわかるもん。クックパッド見ればわかるもん。マリナーラソースね。基本的にマリナーラソースなんだな。はい、全体的に 90% 以上塗る。多い方がいいだろ、ピザソースは。いいんじゃない？早いんじゃない？さらに、パルメザンチーズと。はい、知らないのが出てきました。はい、パルメザンチーズ一丁。すりおろし一丁。パルメザンなんてあったっけ？これなんか、え？そういうことしてくんの？あった！これを、うすりおろしてくんの？かっけえよな、パルメザンチーズって。これすりおろし器でしょ？これに入れますと。入んの？結構でかいけど。で、ここ仕込んどいて、用意しとけばよかったね。はい。32g ね。これ1個出しといて。パルメザンないよね。OK、すりおろした。少な。え、嘘、こんな少ないの？マジ？まあ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 、足りるでしょう。で、プロシュート。さっきあれもらったんだよ。解放したんだよ、プロシュート。これだ。これを、120g。え、1枚でいいですか？とりあえず置いとこう。置いとこうか。プロシュートこれ削らなきゃいけないか。じゃあ、カッターでいいよね。すりおろしではない。やばいやばい、食材入れはないよ。氷器具。生地のトレイ。
これでいいんだ。あ、いや、こっちは、食材入れだ。オッケー。買いまして、セッティングしまして、ポチッと。あとはスイートコーン。スイートコーンのは、大丈夫、用意してある。はい。持ってきましょう。うわ、うまそう。生で食いても、このまま。まあ、食おうか。オッケー。これで、じゃあまずパルメザン。このなんかよくわかんない。粉を、32g。16g。もう16g。オッケー。完璧。次、プロシュートが 120g。1枚が 15g。1、2。はい。これで90。もう2枚だな。オッケー。あと、スイートコーン。めっちゃうまそうじゃん、このピザ。スイートコーンが32。これでじゃあ、8。4回か。オッケー。あ、これでもう終わりか。プロシュート。じゃあ、火ついてね。巻き入れて、いやもう俺ピザ職人なんだが。いや、手際良すぎるでしょ。一回覚えただけで。センスあるかもしれん。はい。さっさと。いや、俺、いや、コーンいらないなぁ。クローリーブがいいなぁ。ダメかな俺のオリジナルレシピ使っちゃう。ピザにコーン好きじゃねぇ。玉ねぎとか入れようぜ。モッツァレラ入れようぜ。オリジナルピッツァ作りて。いや、まぁ、それはまた次回以降にしようかな。楽しみは取っとくでしょ。まずはさ、うちの名を上げないといけないから、料理ランクをいっぱい獲得して、お褒めの言葉をいただいて、まあ、ミシュラン三つ星狙っていきましょうか。雰囲気がいいわ。一応 BGM あるんだけどさ、まあ、なんかかかってるらしいんだけど、ワンチャン半券ついてる可能性はあるから、むやみにかけられないっていうね。これ難点。早く。同時焼きしてもよかったよな。まあ、とりあえずね、一枚自分で作れるようになったと。ということで、はい、取り出して、やべ、皿用意すんの忘れた。皿を用意すんのが忘れたね。一回皿置いといていい?まあ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 、それでもいいよ。置いといて、中ぐらいの皿でいいんだよな、多分な。ベーシック。はい。これを、取りますと。シャコッ。一瞬地べたに置こうか迷ったような。オッケー!完璧。やっぱ皿いっぱいにピザがあると迫力があっていいよな。はい、どうぞ。プロシュート、マイスです。完璧じゃないこれ。これ以上ないんだが。うーわ、最高。時間も全然かかってないし。こんな感じでね、経営していこうかなと思いますわ。というわけで、第1回、ピザ職人になろうの回でした。まあ単純にピザが食いたくてこのゲーム始めたから、クソ今、ピザ食いたいです。ちょっと買っていこうかなと思います。じゃあまた次回お会いしましょう。バイバイ。マジでピザ食いてよ。